どうもベレースパス書いていると思います。はい、本日はギガンド学園高校でセンターバック作っていくんですけども、新バッジ、フラクの城塞、こちらを使ってやっていきます。で、デッキの方はプジョル、司、リツで、メイム、タニ、ベッケンバウアー、この6人でいこうと思っております。マイエオン後にしっかりとやっていきましょう。で、アイテムの方はパードルとマネキネコ持ち込んでおります。では、やっていきましょう。はい、まずはベッケンバウアー、コツ踏んでいきたいと思います。まあ、今回ね、フラクの城塞、こちらが出ることによりディフェンス上限が1上がることができました。まあ、ディフェンスキャラ3体入れないといけないということで、ギガント学園高校、そして第一ふるさと高校、この辺で使いやすくなるかな。まあ若干ね、先陣谷高校は、ディフェンス3体入れるのがなかなか厳しいかもしれません。なので、まあどちらかといえば第一、そしてギガント、まあこの辺の強化につながるのかなと思っております。まあ、この、ギガント学園高校であれば、谷君、プジョル、まあここら辺はもう確定で入ってくると思います。そしてベッケンバウアー、あとつかさ、まあセンターバックならつかさのゲージ的スティールが必要なので、まあその辺が入ってきます。なので、まあ比較的、ディフェンスキャラは入れやすいのかなと。メイム、リツ以外はディフェンスキャラでも固めていいと思いますので、まあ入れやすいと思っております。まあサイドバックの場合はミランダを入れないといけないので、そこはミランダとしてください。はい、まあギガント学園高校、大事なところは技術。ここはね、技術が稼げるかどうかだと思います。まあ基本的にゲージ的スティール、それはねマックスにしたい。なので、まあ技術をしっかりと最後の方稼げるとありがたいです。はい、ここはベッケンバウアー行ってきます。ベッケンバウアー、メイム、まあこの辺りね、しっかりと行く。なオフェンスもね、たまに来ちゃうんですよ。オフェンススピードとか来てしまうと、このデッキ編成だと正直太刀打ちができません。なので、メイム踏めるときはメイム踏んでおきましょう。で、谷君が微妙、これはプジョル行ってきます。はい、ベッケンバウアー、プジョル、そして谷君が2回ずつ踏めてます。なのでディフェンスカウンター来てくれると比較的ありがたいですね。で、ディフェンスカウンターなんですけれども、できるだけベッケンバウアー、谷君、この2人を呼んでいきたいですね。まあ人数効果アップの関係で、プジョルよりかはベッケンバウアー、谷君、まあこの2人の方がいいです。2人とも人数効果アップ 100% なんでありがたいです。まあ、この辺りしっかりと読んでいきましょう。はい、そしてテクニックディフェンス来ました。まあ、今まではね、これきつかったんですけども、まあ、ベッケンバウアー出たことによりね、テクニックディフェンスも、まあ、簡単に勝てるように、完全勝利できるようになりました。今まではね、どうしてもね、プジョルとタニ君ではね、完全勝利までいかないんですよ。勝利までいけるけど、まあ、相手が強かったら完全勝利できなかったっていうのもあるんで、結構ベッケンバウアーとしてはありがたいです。まあ、ベッケンバウアーがね、テクニックにはまってくれるっていうのも結構最後の方ありがたいんですよね。まあ、しっかりとはまるようにしてください。はい、76,000ということで完全勝利ですね。はい、しっかりと部員も集まっていきましょう。はい、まあまあまあいいでしょう。いいですね。11人集まってるからまあいい。で、ここで谷くんコツ踏んでおきます。はい、まあセクイチはひたすら谷とベッケンバウアーですね。まあテクニックも意外と来るんで、ベッケンバウアー、谷くん踏んでいきましょう。で、プジョルはセク2からって感じかな。まあメンタルがね、セクイチでは少ないんで、来ないんで、ほぼね。なので、まあとりあえずメンタルは諦めてます。はい、お前はお前だで筋力進めていきましょう。はい、メイムですね。で、谷くんね、まあ、強いっちゃ強い。人数効果アップ 100% だから強いっちゃ強いんですけども、ちょっとね、上限キャラがどんどん出てきた中で、なかなかデッキに入りづらくなってきたっていうのはありますね。まあ、後追いべっていうのがあるんで、まあ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 、相手が少ないんで、人数効果アップの相手が少ないんで、まあ少なくはない。まあ 100% の相手が少ない。まあベッケンバウアーもメインも両方ともマイベなんで 100% の相手がいないんですよ。まあそれならば入るけどっていう感じかな。プジョルの方が結局筋力的に、筋力とあと上限的に査定値は高いです。まあその辺を考えるとちょっと使いづらくなっているかもしれません。はい、フィジカルディフェンスありがたいですね。まあでも実際ね、フィジカルのこういうギガリーグが多いので、まだまだ谷くんは、まだ、現役ですね。もしかしたらサイドバックの場合はミランダに譲って、ミランダプジョルで後追いやって、まあ前イベに、まあこの辺を固めていくっていうのもありかもしれない。で、あれですね、ディフェンス上限っていう面では、まああれか、査定だけを考えると種まきとかを入れてもいいかもしれませんね。前4にして種まき、飛びた入れてもいいかもしれません。まあ飛田の場合はね、金徳が1個少ないんでちょっとあれですけどね。まあ種まきあたりが一番査定値的には高いかな。技術も稼げるしありがたいですね。で、これメンタルいってきます。はい、プジョル。
はい、OK です。で、メイム率と、イベントが動いていきますね。うん、前イベ。まあ、しっかりと進もうね。前4なんで、しっかりと進んでもらわないと困ります。はい、プジョル行きたいけど、これは谷君行っておきます。うん。さすがにプジョル一人じゃ勝てない、ここは。まあ、谷君、フィジカルが結構大事だと思ってます。まだ。まだフィジカル大事です。メンタルよりフィジカル。で、谷君、おお、いいね。谷、ベッケンバワー行っておきましょうか。10人でここまでのタックはありがたい。まあ、さすが人数効果アップって感じですね。はい、パワーコツ。まあ、パワーコツ入ったからもう筋力いらないですね。絶対に筋力余ります。パワーコツが入るイコールもう筋力余ります。まあ、タニク入れてるとね、特にね、筋力稼げるし。はい、ではここ一回、休んでいこうか。一回休んでいきまーす。はい、で、プジョルが残り、あ、終わったか。はい、ありがとうございます。終わりました。投資をゲット。はい、フィジカルテクニックです。フィジカルテクニック。で、タニ。で、テクニックタックだよな。まあ、とりあえず、ベッケンバワーで行くしかねえんだろうなっていう感じはしております。まあ、ベッケンバワー、あ、でも、ベッケンバワーちょっと外すか。いや、どうしよう。まあ、そうなんだよな。ベッケンバワーがディフェンスに集まってくんなくなってしまうんですよ。これをカウンターで踏むと。まあ、テクニックに集まるのもいいから、これはな、とりあえず、ベッケンバワーで行きます。とりあえず、ベッケンバワーで行きましょう。はい、完全勝利。まあ、カウンター、最悪テクニックに集まってくれてもいい。まあ、ディフェンステクニックに集まってくれればベストなんでね。まあ、テクニックでも、たまには踏んでも大丈夫です。はい、6、4、3、OK です。まあ、ディフェンスのカウンター2回踏んでるからね、ベッケンバウアーはね。まあ、テクニック今1上がったところで、まあ、悪くはないかなという状態でございます。はい、ここで、お、いいね。谷君、ベッケンバウアー行きましょう。いいよ。この序盤からね、セクニーとかで結構いいタック踏めてます。さすがに関数タックは踏めないんだろうと思いますが、まあ、こういうタックでもね、結構ありがたいんでね。まあ、しっかりと踏んでいきましょう。おー、いいタックだけど、これは踏めないね。一回休んでいきます。さすがにこれは休んでいきましょう。はい。バッチですね。はい、ベッケンバウアーの金徳イベントですね。はい、そして、ベッケンバウアー、谷くん、谷くん行っておきましょう。はい、いいよ。で、谷が残り1回ですね。はい、しっかりと。まあでも、しっかりとか、まあ、タニックは正直進まなくていい。はい、ベイム。早いな。あー、失敗ですね。もう、前イベがね、うん、前4なんで、正直、進んでほしくない。ベイムは進んでほしくない。均等に進んでくれると、やっぱり、経験、筋力も成功しやすくなるんで、均等に進んでほしかった。はい、タニック失敗ですね。カバマス失敗となります。はい、メンタルフィジカル。いや、これはさすがにタニック行きたくない。これはタニック行っちゃダメ。プジョルベッケンバウアーで行きましょう。うわぁ、相手強い。まあさすがに負けることはないけども、完全勝利は厳しいですね。完全勝利は厳しいです。で、スタミナしっかりと振っておきましょう。で、スタミナパワー振るんですけども、ちょっと敏捷が振れそうなんでね、スピード振っていきましょうか。スピードパパパッと振っときます。はい。まあ、とりあえず、スピードもね、できればね、104まで持っていきたい。まあ、せっかくなんで104まで持っていきたいですね。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、勝利ですね。まあ、ギリ勝ったって感じです。まあ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 、ここは23から動かないんで、まあ大丈夫です。5、4、4。OK! 部員的には集まっておりますね。はい、で、おー、カンスト、これは踏むな、さすがに。さすがに踏むぞ。うん。まあちょっとね、これ早めから踏みすぎっていう感じはありますが、まあでもこれはありがたいです。これはすごいありがたい。踏みましょう。で、テクニック4踏んで、はい、これでいきたいと思います。まあ筋力も溢れんだろうな。あ、筋力はギリ溢れないのか。あ、でも溢れた。ごめんなさい。2ぐらい溢れた。はい、で、これは助けておきます。はい、OK です。で、ここでディフェンス上げただろう。で、ベッケンバウは、これ筋徳イベントなんですけども、まあ一応周りを見ておきましょうか。はい、周り見ていきます。はい。で、ディフェンス打っときまーす。いいですね。セク2でここまで、乾燥タック来てくれるのはありがたい。てかもうここでエクスプロージョン来てるってことは、ワンチャン次も来る可能性があるんだよね。ここでコツ踏めれば、メンタル。あ、いいね。プジョル、行ってきましょう。プジョル、ベッケンバウアー、タニク。ディフェンス行きましょう。さあ来い。オーケー、ナイス。メンタルか。まあいいでしょう。精神もね、結構大事です。ベッケンバウアーの筋力が結構ね、工程の方が、精神大事になってきますので、しっかりと稼いでおきます。はい、ベッケンバウアー。はい、OK です。工程ゲット。いいですね。
皇帝ね、実装した瞬間ね、もしかしたらね、ロナウドみたいにミスターパーフェクトみたいにもう成功がしづらいのかなと思ったけど、案外成功してくれるからありがたいですよね。はい、 OK です。回復コツ、はい、ここでオフェンススピード、うわー、オフェンススピード来たか。もうメイム、谷君でいきます。まあ谷君はね、コツ踏んでるから、これは引き続きエクスプロージョン呼びたいなと思いまして、メイム谷君でいきましょう。いや、2連チャンでちょっとしょぼいの踏んじゃったな。2連チャンか。まあオフェンスも C までするつもりだから、58まで上げちゃっていいや。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、おお、結構いったね。80までいきましたか。まあいいでしょう。はい、20位までいけました。はい、メインも成長していきます。442、うん、もうちょっといく。で、8136、ギガントではかなりハマってる。ギガントではね、かなりいい方だと思います。うん、まあさすがにディフェンスカウント2回来ててね、あれ来たらさすがです。エクスプロージョンがセクニーで来るのはありがたい。はい、で谷君エクスプロージョン起こしていこうね。部員が集まってるってことだからね。はい、来た、 OK。 いやー、フィジカルか。まあ踏むか。もうこれはメイム行くよ。うん、もうあんなん行かないっす。谷君なんて行かない。ここでメイムでオフェンスタック。あれ、え、メイム、うわー、これ行ってたら、あー、カンストではないけどいいタックだったな。ミスったな。谷君行っとけよかった。フィジカルいらないと思って逃げちゃったよ。あれ、谷君、おー、谷君がいない。踏んだらいなくなる。はい、休んでおきまーす。はい、で、ここでディフェンスカウンターは来なかった。メンタルテクニックか。まあ、とりあえず、ベッケンバウアーと谷君かな。ここはプジョル踏まないっす。うん。プジョルはメンタルに集まるよりディフェンスに集まってほしいので、まあ、これは、うん。アイテム弱いけど。まあ、これでいきます。弱いけど勝てないんだよな、これ。はい。はい。まあ、完全勝利はできませんでした。91、OK ですね。勝てないじゃない。完全勝利ですね。はい、まあでも12位まで行ってて、ここでね、また上がるんで、11位ぐらいまでなるかな。はい、5、2、2、おっと、部員がちょっとここに来て足らなくなってきた。はい、では起死回生取っていきましょう。第3シーズンやっていきます。あ、バレー部いる。バレー部はね、カモなんですよ。バレー部はカモだからありがたい。あ、谷くんだな。谷いってきます。はい、谷パワーコツ5です。はい、もう筋力はいりません。もう確実に筋力余ります。で、お前はさっさと終われ。はい、スピードか。まあ、踏むよ。まあ、踏む。まあ、とりあえず踏む。はい、では、スピードいきまーす。いきましょう。そうなんで、芝刈り機終わってねえんだよな。芝刈りが終わってたんで、このスピードタック、すごい効果ありました。ちょっときついな。あ、スピードか。これ、勝負したいな。てか、踏みたいな。この敏捷結構ありがたい感じはするんだよね。うん。で、あ、足らん、あ、精神が足らないの、8足らないんだね。それはちょっと嫌だな。敏捷振り切りたいんだよね。まあこんな感じでいきましょうか。はい、これでいきたいと思います。はい、ではスピードいきましょう。 47%、 OK、 47% 通った。いいですね、ありがたい。じゃあここでメンタルタックが来てほしいよ。メンタルタックが来てほしい。で、リツさっさと終われ。お前はあと1個さっさと終わってくれ。監督しばかり気ないとね、振るとこないからね。あ、オフェンス、これはいかねえわ。まあ技術とか行きたいけどね、技術稼ぎたいけど、まあ、ここはスピード振っときます。しょうがない、精神足らない。はい、ナイスですね、体力回復。で、ここで、メンタルテクニックか。まあ、ベッケンバウアー行ってもいいけど、とりあえずこれはプジョルだな。プジョルでしっかりと得点稼ぎに行きましょう。はい、ではテクニック解きます。はい、ではこれでいきまーす。行きましょう。さあ、行け。あー、残念。完全勝利はさすがに無理か。まあいいです。6位です。まあバレー部いるから余裕だね。5、2、3。部員がちょっとしょぼくなってきた。で、エクスプロージョン狙うためには、谷くんかな。谷くん行っておきましょう。はい。で、ここら辺で回復来てほしい。お、ハブ。ワンチャン。あー、残念。回復もらえませんでした。残念です。で、ここでエクスプロージョンディフェンス。オーケー、これは踏んでいこう。これは踏んでいくよ。これはさすがに踏んでいく。ありがたいですね。スピード振れないか。これ、敏捷振り切れっかな。ちょっと工夫しないといけないかもしれないですね。ちょっと工夫、ああ、まあまあまあ、いけるか。
まあ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 、あと30だろ。まあ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 、ここまで振ったらいいっしょ。はい、ではこれでいきたいと思います。はい、ではディフェンス 17% 通しましょう。はい、オッケー。いいですね。ナイスです。もうこれで経験点はかなり出てるぞ。かなり出てる。で、ディフェンス、ありがとう。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう。これはナイスです。いいっすね。敏捷を振りたいな。敏捷を振り、あ、いいね。いいね、いいね。ここは、さすがにドリンク飲んでいきますか。はい、ドリンク飲んでいきます。はい。で、ここディフェンスいきまーす。はい、乾燥タック、ありがとうございます。こっからはね、休むをちょっと重宝していきたいと思います。休むを重宝していこう。はい、筋活ありがとう。体力、いい感じです。ナイス。で、ここで、OK! 率終わり。じゃあ、芝刈り振れるぞ。でも、技術がねえぞ、今。で、マエストロ。はい、残念。マエストロ失敗です。で、ここで、フィジカル。フィジカル。一回休もうか。次、学園祭ですが、一回休んでもいいね。うん、まあ、経験点的には出てるはず。この時点でディフェンス112、スピード103っていうのはありがたい。基礎値的にはあと1だけ、スピード1だけだからね。芝刈りしっかりと取っていこう。フィジカルメンタル、フィジカルメンタル、メンタルは踏みたくねえからこの2人だな。はい、ではベッケンバウアーとタニーでいきましょうか。ちょっとベッケンバウアーにあコツ踏みたい感じはするな。技術稼ぎたいな、まあ、ここからまだディフェンスタックは来てほしいんですけどね。はい、もうここで1位になりました。31万8000。問題ないです。バレー部はさすがに勝てる。はい、OK。で、17,558。ナイスですね。爆発しておりますね。いいですね。先人なに高校じゃないけど爆発してくれてます。ナイスです。はい、で、ここでエクスプロージョン。うわー、それはいらねえわー。それはいらねえ。まあでも踏むしかねえのか。どっちかだもんな。うん、こいつら以外のコツ踏みたくなかったね、谷くん。谷くんか。別件ババでよかったな。いや、それはいらん。それはいらん。それはいらん。一回休もう。いや、ここはもういい。もう筋力はいらない。もう筋力はいらない。絶対にいらない。はい。では一回休みます。はい。で、エクスプロー、おー、来てる。ナイスディフェン、おー、いいね。敏捷乾燥近く。はい。ありがとう。いいね。いいよ。ナイスですね。で、ここで敏捷、まあ、これぐらいなら、ちょっとは、ああ、微妙。まあ、1か。あ、じゃあ、9か。うん、いいですね。はい、敏捷を稼げております。技術稼ごう。技術を稼がせてくれ。で、これはまるで監督だなでいいのか。あ、ちょっと待て。ああ、ミスった。まあ、いいか。もう一回イベント起こすのちょっとしんどかったけど、まあいいや。はい、で、ここで、芝刈りを取っていきますが、技術が足らん。技術が足らんぞ。スピード振っていきます。もう、これはしょうがない。なんか、これ、振って後で敏捷足らないとかなりそうな感じがして、しょうがないな。やばいな。さあ、さあさあさあ。まあ、こんな感じで。もう、筋力はダダ余りです。筋力はダダ余りです。アイデアはこれでいきましょう。はい、ディフェンスタック、ありがとう。で、この後は休むでコツかなって感じですね。メンタルタックが来てくれると一番ベストだけどね。うん、さすがに集まらない。はい、では、メンタルフィジカル。ね、これはもうプジョル、ベッケンバウアーですね。もうタニ君はこれでは踏めない。これでは踏めない。もうフィジカルは呼びたくない。いやでも、タニをいないとちょっと勝てないんだよな。勝ちたい、完全勝利したいんだよな。はい、もう敏捷、やべえ、敏捷溢れるじゃん。いや、芝刈りを取らせてくれよ。もうこれでいくよ。はい、タニ君、さすがにいけるっしょ。もうディフェンスのカウンター2回踏んでるから。はい、1位です。43万。で、これ73万まで行くから、まあ、70万以上超えてればセキュリティセンサーとね、フィジカルモンスターと、あと、なんだ、15万のやつが行けますんで。うん。いいでしょう。はい、フィジカルモンスター行ってしまいます。行きましょう。で、司が終わっていきますね。司さっさと終わろうぜ。お前も大事だぞ。で、ここ一回休みます。一回休みましょう。で、敏捷系ね。いや、芝刈りさっさと振りたいな。最後まで振り切りたいな。敏捷足りるよな。あと、でかいタック一発は来てくれると思うから足りると思う。はい、一回休む。ディフェンス、ディフェンス。それからメンタルにコツきてて。技術でもあり。あー、ディフェンス。あー、しょぼい。しょぼいな、プジョル。しょぼい、それは。それはちょっとしょぼい。敏捷225はしょぼい。メンタルタックよ。プジョル、メンタルタックや。体力回復させ。
アイゲーズ的スティールレジスターはもらえませんでした、残念。でここでスピード、違う、それはいかない、それはちょっとさすがにいけない。一回進んでいきます。でここでテクニック、まあいいでしょう、いいよ。ベッケンバウアーもいるからナイスですね。30人っていうのがちょっと残念ですけどね、ありがとう。でここでプジョル、一回はカンストタック来ようね。ちょっと急にね、ディフェンスに集まらなくなってきたからちょっと不安な感じですが、まあ技術はね、技術的スティールここまで触れてるからまあ OK でしょう。芝刈りまた1です。テクニックタックのでかいのか、ディフェンスお願いします。はい、2対1終わりました。無事2点取ってますね。はい、全国大会終了です。でここでいいんだよな、あとはディフェンス踏めばいいんだな、あとはディフェンス、あとはテクニック、ディフェンステクニックと踏んでいきましょう。でセキュリティセンサー取っておきます。はい、体力回復ありがたい。あー、メンタルいいでしょう。まあ精神もまだまだ工程取らないといけないし、技術も稼げるし、ありがたいですね。はい、メンタル OK です。さあディフェンス、ディフェンスかスピード来よう。プジョル、オフェンス、まあ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 、技術も稼げるし、まあまあまあ、これは妥協点でしょう。妥協点全然いいよ、全然いい、いいじゃな、筋力もなーって感じなんだよな。印象、まあスピード100まで振っちゃっただけどこれはいけるよね。芝刈りなんか足らない感じがしてきたけど、ここで次のタック、次のタックでディフェンススピードどちらか来てくれれば足りる多分。はい、ではこれでいきます。はい、オフェンスいきましょう。で技術は稼げた、さあ敏捷を稼げ。なんでやー、フィジカルやないぞ、それは違う。これはもうテク、ディフェンスいきます。もうこっから普通に民衆で稼ごう。しょうがない。はい。なんでやー、なんでここでスリー、うわー、マジか。これカンストいけたんじゃね。なんでここでスリータックが来る。まあまあ、ありがたいけどね。ありがたいけど、一旦ずれてくれてればもっとでかかったんだけどなっていう感じですね。はい、ではディフェンスいきましょう。で、もう一丁ディフェンスタック。もう一丁ディフェンスタック。まあ、ジェントルマンですね。ジェントルマンいってきまーす。はい、ディフェンスワンタックか。まあ、いいでしょう。で、筋力、芸術的スティール。敏捷が足らんな。ひたすら敏捷は足りません。多分次、でかいタック踏んでも多分足らないぐらいかなって感じですね。はい、谷くん。で、サクッとピンちゃん行ってしまいましょう。はい、2対0終わりましたね。さあ、最後。ディフェンスに集まってくんね。少なくてもいい、稼ごう。スピードでもいいぞ。はい。もうこれはメンタルですね。メンタル行きましょう。まあ、精神もね、まだ足らない。工程取らないといけないんで、420ぐらい必要なんですよ。うん。はい、ではサクッとピンちゃん行ってしまいます。もう筋力がだだ余りだね、今回ね。まあ、フィジカルタック1回ぐらい踏んだか。うん、ちょっと余ってます。で、あと敏捷が足らなかった。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、2対1終わりましたね。うん、ちょっと1点取られちゃったのが残念です。はい、202ということでこれで終わり。まあ、経験点的には3万点乗らないぐらいかな。うん、まあでもディフェンスプラス5バッチのおかげで、まあ査定は出やすくなったんじゃないかなっていう感じでございます。まあゲットして おきたいバッチでございますね。はい、2万9000振ってまいります。はい、振ってまいりました。まあちょっとね、金卓落ちすぎた感はあるかな。あと芝刈り機が最終ね、ちょっと敏捷に来なかったというので1取れてません。なので XS 欲しい2でしたね。うん、もうちょっと伸びるな。 XS5、6ぐらいまでパパッと伸びるかもしれません。また挑戦していきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。